宇城を攻めようか。なぜ足利はこの城を欲しがるのだ。うん、さしたる要衝とも思えん。よもや我らへの嫌がらせでは。足利の使者はどうした。は、知らせをもたらした後その足で立っております。足利の使者も書状も我自ら見聞し、偽物ではないと判断した。だがなんだこの違和感は。引き返すべきでございましょうか。使者も書状も本物である以上、公方が命も本物。足利に毛利の従順を疑わせてはならぬ。今はな。浜かけよ。君、もしかして僕のナビを狙ってるんだね。嫌だ、ナビは誰にも渡さないよ。さあ金吾さん、客人が見えられたようです。知らせのあった通りですね。我らが攻めを予期していたと。我は図られたのか。逃げおって言ったのに。おっといけない、所用を思い出しました。では金吾さん、客人の相手は任せましたよ。天海様、行ってらっしゃい。嘘ですとも。金吾、今一度服従を誓い、我の目を見て誓い。僕の料理の腕、帝がお認めになったんだよ。だからならば、我の策の中で足利のために動くのだ。いいか、貴様の立場など変わらない。答えよ。なぜ我が宇城攻めを予期していたのか。足利と共に我をたばかったのか。足利、そういえばあなたは足利に命じられてのこのこやってきたんでしたので。これしきのこと、読み違いでも誤算でもない。寺に咲く花のようつつましくお生きなさい。お隣様の知役こそ我らが崇め奉る日輪そのものよ。障害になれるとは思わぬ。思わぬはなってみせよ。あなたの死がもたらしたのです。熱き感慨を。私たちに気をつけましょうか、金吾さん。ご安心を。毛利軍が来ることを知らせたのが足利公ではあります。では何者だ、答えよ。それは金吾さんにでも聞いてください。簡単に喋りますよ。ならば貴様に用はない。消えろ、我の手を煩わせる。それが策か。さあ、たとえ死んでも立派なことですよ。かしこまり候。足あなたを愛したい。
あなたを慈しみたい。さあ、その心をさらけ出し、私と共に微笑み合いましょう。一応私からも情報を差し上げます。ただし私を楽しませてくれればですね。我を相手に戯れるか、愚物め。いいでしょう、敵の敵は味方とだけ答えていきましょう。敵の敵だと。おっと、ここまでですが、もう一つだけ。あなたたちはたまたま利用されただけです。さあ、金吾さん、出番ですよ。敵対象を撃つまで。そうだね、今日の鍋気分は。よし、あれで行くよ。またまた、いつもみたいに僕をからかってるだけですよ。次は俺の番か。怖くねえぞ。貴様は怖い。ガシッと一緒に頑張りましょう。最後にか。ごときが相席で我に逆らうとはな。たかが駒一つに、そこまで己を粗末にするか。うるさい、天海様を返してくれるまで何にも教えるもんか。情に流された者の、なんと醜きこと、なんと愚かさか。弱い者いじめしてるみたいに見えるんだよな。自
予期していたより早く済んだ。ごく頑張ったよね。貴様、死ぬ前に我が問いに答えよ。ごめん、キングめん。